皆さんこんにちは、トンちゃんです。今回は赤いものを集めていきたいと思います。まず1個目の建物はここです。猫ちゃんのとこですね。はい、入ってきたらここに赤い箱があるんで、これと取れた。まあこうやってノートする。サンタさんの帽子もあれ OK。 でこっちには赤いバケツがあります。これ OK。 でこの箱を持っていきましょう。で横に行って、ここのこの猫ちゃんのガレージのとこを開けたら服が置いてあります。で赤い服と赤い帽子を取っていきます。あとここにね、ちっちゃいなんかワニみたいなやつ、これも取りましょう。で消火器も、あとこの消防車の帽子もいります。真っ赤だから。あとこの消防士の服と、このなんかスタッフの赤い服で、このなんか怠け者のとこ開けたら赤い怠け者になれる服が置いてありますので、ここに入れます。あーもう OK。 次行きます。はい、次はここですね。ここの赤いやつ、このこれと色ね、この焦げ赤色みたいな、赤紫みたいな、焦げ赤みたいなやつを取って、あとここのとこにはもう一個あのバケツがありますですね。あとここにバラがありますので、綺麗なちょバケツの中に入ってるけど、はい、次はここですね。ここです。はい、この服屋さんで赤い服を取っていきます。まあ、赤紫でもいい、もう赤赤ってついてるものは全部赤赤、これも赤、真っ赤、これいちごだもん。これバッグも、あとこっちにもあのこの赤焦げ赤のやつがあります。焦げ赤っていうの。はい、次はここですよ。ここここ映画館にはいっぱいポップコーンがありますのでね、ポップコーンを全部取っていきましょう。まあ、ポップコーン自体は白だけど、ポップコーンのケースが赤だから取っておきます。で赤いギターがここにあります。でここにはイノシシみたいな赤いやつの仮面と、あとバラが2つありますね。 OK です。バラいっぱいある。はい、次はどこです。じゃあここです。スカイキングで、またもやポップコーンとこのトマトとかをもう全部合わせちゃいます。トマトは美味しい。でトマトの盾とか赤い花壇とかを取って、まだですよ。ここには赤い本がいっぱいありますから、まあ赤じゃないの、これピンクみたいな、赤みたいなピンクみたいな色のやつ。でも赤の方が強い、ピンクより絶対に。終わりかな。 あとちっちゃいやつももう一個あるんでね、ここに忘れないように、はい、これを入れます。ちょっと待って、あそこにまだ一個入れてないやつが OK。 そしたらこのワンちゃんのコーヒーの機械とケチャップ、これも一応入れとこう。バケツも、バケツめっちゃある。はい、あーちょっと入らないんですけど、こういう場合はどうしよう。こういう場合はね、もう違う人にバトンタッチをしちゃいましょうか。バトンタッチ OK。 では次いきますね。カード閉めちゃった。はい、次はこちらですよ。この商店街みたいなところ、商店街
街じゃない、はい、商店街じゃないんですけど、お店ですね。めっちゃピピピって言ってるけど、この救急車じゃない、消防車と、なんか成りきるセットみたいなやつと、ブロック赤いで、これケースとコップ赤い、全部赤いで、この鳥さんとこのやつと串と、ちょっと追いつけてない、このワンちゃんの遊ぶやつですね。あとこっちに来たら赤いものがいっぱいあります。トマトも全部持っていきましょう。あとこれリンゴも、あーくっつけちゃった、まあいいや。あとこの辛いやつとトマトですね。では次いきますね。次ね、ここから動かないんだけど、次はここに行きますよ。はい、赤いコップを早速取って、このだるまさんも取って、このお店はおしまい。あ、おしまいじゃない、タコもいた、タコさんと、この辛いソースも入れてください。あとトマトのやつも、あとこのちょっとオレンジだけど、これも持って帰ります。この缶って書いたやつの上のやつ取れない。よし、取れた、オッケー。あとこのトマトとこの人のメガネ借ります。音楽も、トマト多すぎ。で、次はこのラーメン、麻婆豆腐屋さん、わかんないけど、ここの店員さんのこれ赤いやつを取っていきます。ここパン屋さんに次は行ってくる。はい、パン屋さんのイチゴを取って、で、あとは何かあるかな。あとはありませんね。次行きます、レッツゴー。はい、次ここ、この赤いバイク、この宅急便の人、あとここのロッカーを開けて、ここに入れます、帽子をね、宅急便の。はい、次は帰ります。はい、ということで、今ギターしながらなんですけど、今回は赤いものを集めてみました。こんな感じでね、真っ赤になって、赤いものじゃないものも一応あるんです。どう、それはすみません。それではバイバイ、また見てね、バイバーイ、バイバイ。